ムーンライト越後は、ムーンライトシリーズの一つである。当列車は、東日本旅客鉄道が、新宿駅新潟駅間を、山手線、東北本線、高崎線、上越線、新越本線経由で運行されていた、夜行快速列車である。2009年3月14日のダイヤ改正以降は、臨時列車となったが、2014年6月以降は、列車が設定されていない。 この後、各路線に続々と登場したムーンライトの元祖でも、ある。2009年3月14日のダイヤ改正で、臨時列車化され、長期連休、お盆休みや年末年始などに運行されていた、首都圏と新潟都市圏を結ぶ、臨時夜行列車で、2013年1月の、ダイヤ改正で、大阪駅発着の臨時夜行急行北軍に完全廃止後は、 新潟駅を発着する唯一の夜行列車となっていたが2014年過ぎ以降は運転されていない。使用車両も2015年までに全車廃車され列車復活の可能性がなくなったことから事実上は廃止扱いである。現在は E653 系を使用した団体臨時列車スターライト前浜号が行き先こそ違うものの当列車の事実上の代替列車として 運行されている。下りは、新宿駅を23時10分に発車し、池袋駅、大宮駅、高崎駅の主要ターミナルに停車。以後はノンストップで3時39分に、長岡駅に到着。早朝4時台に、三つ家駅東三条駅加ぼ駅新津駅に停車し、4時51分に、新潟駅に到着していた。 上りは、新潟駅を23時36分に発車。新津駅、鴨駅、東三条駅、三つ駅に、停車後、長岡駅を1時に発車。高崎駅では、在来線の始発列車という、もう一つの役割を受け持ち、新宿駅には5時10分に到着した。青春18切符の利用者も多く、下りは、越後線吉田行普通列車、白新線、 呂越本線村上行快速列車に接続していた。校舎は、呂越本線経由で、北海道方面に向かう普通、快速列車による最速経路となり、新潟到着当日中に、函館駅や函館本線森駅まで到達することが可能であった。上りは、函館本線森駅始発列車から乗り継ぎにより、村上発最終普通列車と、本列車は、 全車両普通車指定席及びグリーン車指定席であり、乗車券の他に指定席券、グリーン券が必要となっていた。なお、定期券と指定席券、グリーン券の組み合わせでは利用できなかった。グリーン車は青春18切符や北海道東日本パスでの利用はできなかった。2014年5月までの運行では、新潟車両センター所属の485系、 電車 K1K2 編成が投入された。K 編成が検査などで使用できない場合は、ATSP と車内現行装置を装備した T18 編成が投入されていた。なお、485K、K1K2 編成とも、すでに廃車となっており、K2 編成は2014年6月9日に、廃車改装が行われ、K1 編成も2015年3月19日に、 そして T18 編成も同年8月10日に秋田総合車両センターへ改装され廃車された。2010年3月13日から2012年3月17日まで幕張車両センター配置の1 8 3系、マリ31.32編成が使用されていた時期がある。この時はグリーン車の設定がなく全車が普通車指定席となっていた。 突起がない限り、日付は始発駅基準とする。首都圏新潟地区の夜行普通列車は、1960年代には、以下の客車列車が運転されていた。同列車は、以下の変遷を経た。現行列車としての起源は、1985年に開設された回需要を獲得した高速バス東京、新潟線に対抗するため日本国有鉄道新潟鉄道管理。 曲がムーンライトという愛称で団体専用快速列車として企画したことに発する。ありがとうございます。